最近札幌の若い女子たちに売れているレコードがあると。タケジャスレコードに。これさ。若い女子たちにどうやら人気があるレコードがあるとタケジャスさんが言ってるんですよ。俺席になった。俺席。俺じゃないですよ。やっぱお店の声を反映する番組なんで。しかし。グッズもさ、見せてこう、はい、逃げられないように逃げられないように嘘でしょ嘘でしょ集団これは CD とか入るのかな。これ CD 入るやつだね。それ微妙に入らない。入らない。なんで作ったんだよ。何入れんだろうね、これ。レコードする。携帯とか携帯ポケットに入れるわ。よし、はい、なんかそんなね、そんなこんなで、そんな札幌で今人気のレコードがあると情報を聞きまして、はいはい、みんな大好きだ、ね、みんな大好きですね。まあ、あのイギリスの中で一番好きかもしれないね。この人の日記が、うん、あの廃盤になって本に出会ってるんだけど、俺が今まで買った人生で買った本の中で一番高いのはこの人の日記本を廃盤になったやつ、廃盤になったやつを買った。高そうだねそれ。そこそう、ね、まあ、いろんなね、はい、皆さん知らないうちにね、うん、あのやれこう、はいはい、U2 だとかさ、そうね、U2 やれコールドプレイだとかさ、あーコールドプレイもそうだね、やってますよね、うんうん、こう売れっ子からドマイナーなとこまで、ね、うんうんうん、まあイギリスの久石譲こと本当かよ、ブライアン・ウィールさんですよ。はい、これがもう札幌の女子の間で大人気と噂によると、噂によると、まあ、一応有名なアナザーグリーンアート、はい、まあ、これはダニエル・ラノアとのアポロですね。そういろいろブライアンのワークがいろいろありましてですね、うん、まあキャリアがたくさんありすぎて、プロデューサーとして僕が音楽聴き始めた時はやっぱり有名だったので、うん、U2 とかで、ね、U2 とかそれこそコールドプレイとかさ、うん、すごいドポップなことをやっているので、うん、派手派手おじさんっていうのなんですけど、ツルツルの、そうそう、実は掘っていくとそんなことなく彼はかなりこっちだったんですよね。そうですね、アンビエントなんですよね。アンビエントであり、まあニューウェーブの先駆け、ニューウェーブの先駆けであり、かなりこう、まあ音楽史に貢献しているというか、すごい人本当、なんか影響力ね、現代のシンセサイザーを使ったポップミュージック、シンセサイザーを使ったなんか影響的音楽のを語る上で避けては通れない人になってるね、言われてみれば。そうなんですよね、うん、やっぱこう衝撃、あのエアポートのアルバムあるじゃないですか、はいはい、あのアミエットシリーズの1、アミエットシリーズ1、はい、やっぱりこうなんか非常に、あ、こんなことをやる人なんだっていうところで、すごいアホほど聞いてたなっていうところがありますね。高校生の時が、あのエレクトロニカ、ニカ、ニカ最盛期だったから、ニカ最盛期でしたね。どこを読んでも、ね、そうそう。でも結構まあいろんな原理をたどるような雑誌とか、スタジオボイスとか、はい、アンビエント特集とかやったりしてるところで、必ず毎回やっぱり、だからテクノやってもアンビエントやってもエクスペリメンタルポンプ屋をやっても必ずブライアン・イーノが出てくるっていう、出てくるね、そう、そんぐらいな存在で、ほらアンビエント逆に初めてビートがなくって、うん、リズムもなくって、うんうんうん、っていう音楽を聴いたのは本当にあれ、さっきやったあの、うん、俺あれから聴いた、ハロルド・バットのと一緒にやってるあれから聴いた、ほらこれが多分初めですね。それいいアルバムですな、広い、あっ広大鏡面会っていうんだ、俺知らなかったから。ハロルド・バットがピアノの人で、なんかこれが一番なんだろう、ふわっとしてるけど曲尺が短いから、うんうんうん、Spotify っぽい、Spotify っぽいですね。そう、4分ぐらいの曲ばっか。すごいよね。10曲いいな。まあ後の文脈からも聴けるし、そうですね。なんて、まあ環境音楽っていうのはその、なんていうの、まあサティじゃないけど家具の音楽として、うん、日常を邪魔しないで、うん、
生活に寄り添ってる音楽だから、うん、みんな集中して座って聴くなと、うんうんうん、音楽をコンサートのように聴くなっていうところにすごく重きを置いている音楽を、まあ、概念として徹底的にこうアンビエントって言葉をまあ作ったのは、まあ、飯野さんと呼ばれているとそうだね、うん、っていうところでかなりプロデュース業でなく、はい、アンビエント業でもでかいなって思いました。アンビエント業でもそうだ、ね、でエアポートとかってさっきからずっと言ってるけど、うん、ミュージックフォーエアポートも名前の通り、まあ、空港でなんとなくみんなが集まる空港の、まあ、環境音としてふわっとなんかなんとなくある音楽を作ってみようっていうそういうコンセプトだったりだとか、うん、でもあれなんか入院してる時になんかそういうのを作ってみたいな感じがする。なんかみんなそうなのかな、癒しが必要な時にそういうことを考えるなんじゃない、空間の音像とか小野さんもそういう回復の時に、ああ、アンビエントドライバー、アンビエントドライバーですか、はい、回復の音楽ですか、うん、そう考えるとかなり、まあ、去年とかかなりあのファクトマガジンとか、うん、ベストアンビエントミュージックとかかなりこう日本のニューエイジもそうですけど、うん、90年代並みに80年代並みにこう人々は印象を求めてるんですけど、そうだりしてなんかちょっとフューチャーされてるなと思って、うん、まあでも札幌に合いそうだよね、北海道に。ブライアン・イーノ、ブライアン・イーノが作ったさ、うん、カードゲームがあるとして、ああそれなんかあの困った時、作り手が困った時に弾くやつ、そうそうそう、なんかいろんなアイデアが書いてあって、ね、それをランダムにミックスして、うん、なんかスタジオとかに詰まった時に、うん、全部むき出しにしろとか、うん、なんかこうランダムに書かれたそういうカード、はいはいはい、なんか人アドバイスが、そうそう、なんかこの音ある程度制約を設けて、うん、この音は使わないとか、うん、なんかそういうわざと課題をこう課すカードゲームがあって、それブライアン・イーノのオフィシャルサイトで買えるんですけど、いくらぐらいするんだろう、結構高かった、高いんだ、結構高くて、でも僕も日本語版もなんか出してる人がいるらしいんだけど、あ、そうなんだ、あとインターネットでそれをパクってタダでできるやつがあります、プリントアウト、はい、ぜひブライアン・イーノの .com にドットコムに行っていただいて、皆さんそのカードを購入していただけたら、そういうふうにもちょっと買いたいなと思ってます。まあかなりねキャリアが長い人なんで、うん、説明するの大変なんですけど、なんかコールドプレイだけじゃないんだぜっていうところを皆さんに知ってもらいたいし、U2、うん、コールドプレイっていうと聞く気なくなるかもしれない人もいるかもしれないですけど、アナザーグリーンワールドがめちゃくちゃ応援パレットの2枚に近くなり雰囲気、あ、まあかなり影響受けてると思うよ、そうだよね、うん、いや応援パレットのなんか多分今のところ一番新しい方の白と白ジャケット、はいはい、あれとか作るときになんかあの影響をあのなんだろう、新しさでとかっていうそういうリストに確かアナザーグリーンワールドが入ってたよね。あ、フレリスト入ってた、うん、おお、まあすげえいいアルバムなのよこれ、あのそうそうそう、音響っていう概念だよ、そうね、音響作りとあとまあシンセのシーケンスの使い手としてもめちゃくちゃ優れていると思うので、そこら辺がやっぱりちょっと これは歌物ポップのアルバムになるんですけど、そういうところも結構面白い、そうなんだよね、芸術でもあり、うん、アンビエントでもありポップスも全然いけちゃうっていう、うん、歌心もあるっていう、うん、この彼のマルチっぷりはなんか僕はなんか久石譲さんの感があるなっていう、久石譲ダメそれ、いやいやミニマルから始まり、いや買うよ、ジブリもできるっていう久石譲感、ようやく今だって久石譲再発とかされて世の中が久石譲についてきたなと、世の中久石譲ついてきたと思う、これはもうブライアン・イーノになります、ね、そうですよね、久石譲、そうなんです、まあ、坂本龍一さんもね影響受けてるでしょ、うん、そうね、みんな多分受けてるよ、みんな大好きだね、うん、みんな大好きです、みんな大好きです、あの、札幌女子に負けないぐらい東京男子もですねハマっていただいて、そんなあのレコー CD が入らない CD ケースの回でした、ありがとうございます、はい、違うわ相手ブライアン・イーノでした、ありがとうございました、はい、